向こうから笑って手を振る人がいた。僕は二人見回しつられ笑。その人は横を通り過ぎて誰かに笑う。久しぶり元気、僕の笑顔が残った。デパート閉店後の掃除のアルバイト、化粧品売り場のお姉さんの声が届く。飴食べる家仕事中ですから、お姉さんは顔向け、君も食べると笑う。目を開けて恥ずかしさを見つめる。目をつぶれば目の奥で膨らむ。恥ずかしさと向き合うと見えてくる。恥ずかしさの姿と大きさが悲しくて泣いてる時望むこと、誰かがただそばにいてくれること。向かい合って見つめ合うよりも、同じものを見て一緒に感じたいもの。入院病室でベッドの天井を眺め、子供の頃の声が跳ね返る。ぐるぐる回って周りはいつの間にか近所の空き地に変わっていた。思い出は時々顔を出すもの、顔を出しては今の僕を叱るもの。一人とは一人じゃないと知ること、一人じゃないとは一人ぼっちのこと。優しいとは悲しいこと知ること、悲しいとは大切なものなくすこと、大切なものなくして大切だと知る。大切さを知ると人は優しい。強いとは弱さを持つこと、弱いとは臆病を知ること、臆病とは守るものがあること、守るものがあるとは強いこと。鳥のように大空を飛べるとは、蟻のように歩く心知ること、鳥も蟻もみんな気づいている。この地球が一つで丸いこと。